はい、できました。あっちゃんちの晩ご飯、焼き鳥丼と冷やし水餃子で、キムチ冷ややっこで、コチの卵と肝の煮物、甘く煮物、煮つけ、甘く煮たやつね、と餃子の中華風餃子スープ、はい、以上で食べましょう。いただきます。いただきます。さあ最初はちょっと中華スープ、中華スープからいって、味薄いから軽くちょっと飲んでみて、味見て。最初にそれを言えよ。美味しい。味は薄いんやけど美味しい。餃子が入ったスープ、そう、餃子の入ったスープやね。なんかワンタンみたいな餃子が溶けて、いや美味しいね。ではね、ちょっとあっちゃん冷やし水餃子いきましょう。後で胡椒かけるわ。美味しい。ちょっと味薄いです、うん、つけだれにしたかったかな。ちょっとつけだれとくわ。つけた、ね、だれるよ。つけた方が絶対美味しいわ。これはこれよ。一味になるの。一味がどっかにあったよ。水餃子をタレにつけると、おいしい。もう夏はこれやね。冷やし水餃子完璧で、なかなかメインに行かない。やっちゃん、コチの卵をね、大好きな卵の 甘いんじゃね。おいしい。もうこれだけでいいわ。でも焼き鳥食べんね。いただきます。焼き鳥、焼き鳥丼。おいしい。天才やな、業務スーパーのタレ。どう味、うん、いけてる、うん、炭火焼いたら持ってんやけどね、鶏ね、うん、すぐうち持っていき、これ口、これ、これ口持ってき、これ食べるから。タレごと垂れる。タレを、タレが垂れる、やかましい。お豆腐、キムチ豆腐。うん、おいしいね。間違いない。臭みも全然ないしね。甘辛く煮たやつ美味しいわ。あ、あれ持ってこないでた。鶏の肝、鶏肝も一緒にして食べてないね。どこかな。鶏肝食べる、いらんって言われた。売ってるのかな、分からんけど。なかったらもうどんべん買ってきてくれ。あっちゃん、うん、あっちゃん、うん、なかったらもうどんべん買ってくれ。あ、全然関係ないの。どんべんの前だな。うん、どんべん捨てて七味だけ食べるの、うん、捨てんねや。うん、よいしょ、キモコ入れるわ。キモ入れたら美味しいで、食べ。お兄さん、肝食べや、うん、ね、肝美味しいね、体にいいんで、鉄分補給やで。大丈夫です、別のものがあるので。フライパン、たっぷりネジでも舐めとく。チャック、うん、甘い。水餃子食べやん、水になってます。一番食べが一番、水、水、氷が水になって、あれ
もうちょっと鶏増やす、今度700、違うよ、これ、うん、ポニョ、ポニョ嫌いって、あのポニョ好きになるよ、な、千と千尋は面白かったけど、千と千尋面白いな、なぜ千を出せ、千を出せ、面白さを発揮してる、え、あかんの、こら食いもんだせ、湯河原のとこまで案内してくれたって言うんだけど、うん、大根やん、大根やんで、結構美味しいんだよ、美味しいけどお腹にたまんねん、こういう時に、あ、なすびの漬物買ったの、出してたかったな、魚卵大好きやね、やっちゃん幸せ、美味しいわ、そう入ってると分かってんの、サイズ的にちょっと出るやろ、はみ出すやろこのポッと小さいですよ、ちょっと手すった相手さんも取りますよ、じゃあイワースのなしな、え、いろはさんはなし、甘かった甘かった、うん、何だ、何だよ、いろはかリバーシにしか聞こえへんな、なんでリバーシブルって何やねんと思ってよ、なんでオセロの話、もう食べへんの、そっちつけやな、水で薄くなんで味、食べへんの、右に冷えとるから、そこからこうやって混ぜな、水餃子今度ちょっと冷やし水餃子のおこお皿を考えないといけない、探してこう、濃いけど美味しいわ、なんか自家製焼き鳥だれが作りたくなってきたな、砂糖と醤油と砂糖、醤油、酒、みりんとかで作りたいけどね、あるよね、腰の乾杯使うとか、ないてる、てる隙間がこの鹿だけとは侮るなって、奈良県未衝撃の人生、奈良県やで今日、うん、西の子意外と奈良県道長ですね、うん、この人奈良なんや、かっこいいな、うん、あの朝ドラに出とったしてんやん、うん、イケメン、ポニョご利用しやな、権利高かったよな、ラフィタモチ、西のロマネコ、おいしいもん、中華スープに餃子を入れるとね、肉の玉とワンタンみたいな美味しいよ、
鶏もも焼き鳥丼は美味しいわ。うん、ほんまに串に刺して炭火で焼いてで焼き鳥丼にしようかな。でもなかなか出てないのかな。もっとでっかいこの殻がね。中華スープはね、まだね、薄いかなと思ったけど、味自体は薄味じゃないけど、ちゃんと中華が主張してるから、焼き鳥食べた後でもちゃんとね、スープの味が出てんねん。餃子の味が結構強いねん。茹でるだけでこんだけ餃子から味出んねんね。これも優しい味が出てるね。美味しかった。美味しかったけど、これ食べた方が魚卵。やばい。こっちの卵美味しいわ。はい、ということで、今日のあっちゃん家の晩ご飯、焼き鳥丼。冷やし水餃子食べました。美味しかったです。ごちそうさま。この後、県民賞奈良県特集見たいと思います。ではまたね。バイバイ。